リシルド・ダルデンヌ、または、リシルド・ド・プロヴァンスは、西フランク王・シャルル・二世の2番目の日、アルデンヌ博ビ,ビンの娘で、プロヴァンス王母ソの妹、ロタリンギア王・ロタール・二世の王妃、テウト・ベルガは、母方のおばにあたる。869年、シャルル・特等王はすでに別居していた、最初の妻エルマントルド・ドルレアンと死別すると、翌870年1月22日に、 エクスラ・シャペルにおいて、リシルドと結婚した。この結婚には、シャルル・特等王に、政略上の利益をもたらした。689年に死去した、ロタール2世の未亡人テイウトベルガノメイと結婚することで、掌握した、ロタリンギア王国の支配権をより強固にすることが、できたのである。リシルドは夫が戦争で不在の時は国政を担い。 夫が877年に死去した時も一時的に国政を預かっている。次息子のルイ2世が879年に若くして亡くなった際、その二人の息子たちが幼かったことから、リシルドは兄のボソを西フランク王につけようと格索した。しかし貴族たちはこれに反発し、リシルドとボソの兄弟が近親相関の関係だと主張して、 全王妃リシルドの権威に服することを拒んだ。リシルドは、その後、兄が、プロヴァンス王となるのを支援した。義理の孫のルイ3世とカルロマン2世の死後も、再び王国の実権を握ろうとしたため、プロヴァンスへ追放された。シャルル特等王との間に5人の子女も設けたが、成人したのは娘1人だけだった。シャルマーニュ1、ありがとうございます。